皆さんこんにちは、アニメーターの本田と言います。よろしくお願いします。私は普段子供向けやってるんですが、今回アルプスという作品に関わらせてもらったんですけども、キャラクターのモデルさんが実際にいる女優さんということで中国のアルプスという飴の会社から依頼がありまして、最初にですね30秒バージョンの CM を作ってくれという話で、最初の30秒バージョンの方なんですけども、でその後3分バージョンの、ロングバージョンの作品。やはりそのキャラクターにすると女優さんのイメージが崩れてしまうかどうかというのは非常に気になりましたが、まあ、いい感じでできたと思います。3分バージョンの方でよりその長い、デックさんと、デルロバの、つながりを、描いていこうというふうに、そして、3分の方では大都会の、上海から、大自然が広がる、アルプスの方に戻っていくというところで、話は完結するように構成しました。Oh, love.